渋川市立渋川南小学校は、群馬県渋川市にある公立小学校。1954年に、北群馬郡の一町三村が合併し、旧渋川市となった際、北群馬郡渋川町立渋川小学校が、渋川市立北小学校へと改称し、北小学校から新設分離される形で、渋川市立南小学校が開校する。開校当時は、 北小学校は40学級2131人に対し南小学校は19学級861人の規模であった。2006年2月20日に旧渋川市と北群馬郡の山町村、瀬田郡の2村が合併したことにより、校名を現在の渋川市立渋川南小学校に変更した。2002年の校舎改築の際に、 環境省のエコスクールパイロットモデル事業に認定され、太陽光発電設備やビオトープなど、環境教育を考慮した学校施設となっている。2009年12月現在、渋川市立渋川南小学校校長は、松並義子である。加野藤太郎川沢菊十郎関北また秋元茂、飯塚重吉村新一須藤三尾吉よ近金吉織田。 久志柴田一郎関口宗をしてるお八甲、正俊伊藤久志氏、高田秀夫青木秀明横手秀夫小林八州南、永井正夫松並義子。ありがとうございます。